ということで、その、あれか。相田さんから喋った方がいいですかね。でもね、政治と関係あるから、横浜トリエンナーレの話ちょっとさせてください。で、横浜トリエンナーレが、開催されましたね。で、ごめんなさいね、横浜トリエンナーレの詳細についていろいろ喋りたいんですけど、まだね、ちょっと、なんかね、ちょっと僕まとまってなくて、もっと見た後直後にノリで喋ればよかったんですけど、ちょっと機会をしてしまってですね、なんかね、テンションが乗らなくて、で調べ始めたら無限に調べられるじゃないですか。で、知らない作家やっぱいっぱいいたので、多分半分近く知らないかったんですよね。だから、それを調べるとなるとですね、結構時間かかって、まあ調べたりして、なんか、で、調べたりしてたら僕もアートが好きだから、微妙のなんか動画とかに見入っちゃって、なんかこれすげえいいなとか思って、なんかね、やっちゃうんですよね。だから、ね、よくないですけどね。なんかそんなことで、ちょっと時間かかっちゃってるんで、まあどっか、まあいつか気が向いたらやるかもしれないです。ということでね、まあこれちょっと見ますね。これ横浜美術館の一番メインのところに置いてあるね、ニック・ケイブの作品ですね。まあ、彼こういう作品だけ作ってるわけじゃないんですよ。どっちかというとこれちょっと珍しいタイプの作品なんですけどね。まあそれはいいです。で、これね、ちょっと軽く述べるだけだったのはね、ちょっと政治と関係があるからですね。で、これが書いた人がですね、ごめんなさいね、ちょっと下のまで行きます。太郎ネットルトンさんですね。太郎ネットルトンさんですね。日系の方なんですかね。テンプルユニバーシティジャパンキャンパスの、アシスタントプロフェッサーですね。のアートヒストリー。で、アートプログラムコーディネーターということです。で、この方、まあちょっとこの記事話題になりましたよね。話題になったんですね。横浜トリエンナーレ批判してるっていうことで話題になったんですけど、まあまあ批判してますよ。批判してますけど、別に全批判っていう感じでもないっていう感じかな。ただそのキュレーションっていうか方向性みたいなのを批判してるんですね。で、彼が何を言ってるかっていうと、非常にシンプルで、ネットルトンさんがですね、言ってるのはですね、ものすごくシンプルなんですよ。もっとね、もっと目の前に政治があるだろうっていうふうに言ってるんですよ。で、今回キュレーションっていうかディレクターっていうんだったっけな、まあ全体のディレクションをしたラックスメディアコレクティブっていうのが、ちょっと結構壮大な、テーマを掲げてるわけですね。アフターグロウ、アフターグロウじゃなくて、アフターグリュー、なんだったっけな。アフターなんだっけ。アフターグロウでいいのか。ね。で、これなんかビッグバンの、あれですね。アフターグロウ。なんていうの。ビッグバンがボワーってでかくなるっていう、一番初めのインフレーション理論みたいなんですね。その後っていうかな。インフレーション理論って知ってます？最初の数秒というか秒もかかってない単位で、ビッグバンが起こってくると、ものすごいでかさ、大爆発で、ブワーッとこう広がるわけですよね。で、その時にいろいろ粒子とか、原子とかができて、で、そのままビャーッとこう広がっていくと。で、広がり続けてるっていうことですね、宇宙っていうの。広がり続けてるものが宇宙。だから、爆発の途中にあるっていうかな。そういう感じですよね。そのアフターグローっていうことですけど、だから宇宙のことなんか考えてる場合じゃねえだろうっていう話なんですよ。これ簡単に言うと、もっとなんか小池とか小池さんのこととかね、すげえすごい悪口書いてありましたよ。だってね、まずね、なんかね、ほとんどのね日本の投票者っていうのは、日本で投票するっていうやつは年寄りのテレビ見てるやつばっかなんだみたいなことを書いてて、でそいつらに合わせて小池百合子がナショナリストで、ゼノフォービック、
なんて言えばいいの、外国人嫌いっていうのの、リビジョニストだから修正主義者ねが、なんか声を封殺することに成功したみたいな批判の声を封殺することに成功したんだみたいなことを言ったりとかしてて、なんかね、ちょっと陰謀論っぽいと思いますよ。なんか君の頭がビッグバンかみたいな感じですよねなんかそんな感じなんですよ。で、だからね、 COVID とか、あ、そうそうそう、だから COVID-19 とかね話もあるし、なんか GoTo キャンペーンの中に組み込まれちゃっててとか、結局なんか NHK とか朝日新聞が主催に入ってる展覧会じゃねえかみたいな、めちゃくちゃなんかこう、もう単純、あ、ここですね、ここです、これ朝日新聞と、あ、朝日新聞と、NHK ねが、オーガナイザーね、主催なのかな、ちょっと分かんないけど、に入ってると。まあ、新聞型なんですよね。新聞社型なんですよ。だから、まあ、確かに、まあ、変わってるんですよね。日本型の展覧会の一つなんですよ。実は横浜トリエンナーレもね。まあ、そういうこと批判したりして、まあ、これ、真っ当だと思いますよ。真っ当だと思いますね。ただ、彼が言ってるみたいに、とにかくなんか足元の、なんていうかな、足元の政治がないじゃないかっていう批判に関しては、まあ全然賛成できないですよね。でしたね。あと、あとなんか、まあ、COVID あれですね、除菌とかの状況ですよね。除菌とか、まあなんか確かにするんですよ。どっか触ったりするじゃないですか、やっぱりアートって、触ったりする作品多いから。そしたら、あとね、そうだった、エレベーターこうポッと押すじゃないですか。エレベーターピッと押したので、その後ね、すぐね、なんかね、白い服を着た人ってこれ書いてあったかな。スタッフがね、何色の服を着てたか、ユニフォームだから、マスクとユニフォームを着たスタッフがっていう風に書いてあるね。すぐに拭くんだっていう風に書いてある。確かにそうなんですよ。で、それすごい違和感あるの。なんかすごい、確かにそれは僕も違和感があった。で、なんかそれがなんか嫌だったみたいね、この人。で、なんかそんなことしたところで、なんか誰が、ブラックルームズで、だから暗室でね、暗室の中で長時間映像とか見るっていうことに、長時間の英語、いや、映像ね、映像作品を見るっていうことに安心を得ることができるんだっていうふうに、まあ書いたりしてる。まあ、確かにそうだよね。だから、まあなんかそういう感じなんだなと思いましたね。まあ別に僕は特に不安にはならなかったですよ。まあある程度距離は取ろうと思うけど、別に不安になることはなかったですね。はい。っていう感じですかね。でも僕が先日紹介した飯山由紀さんとかは、褒めてたと思いますよ。褒めてますね。一応彼女の作品のことは褒めてます。ただなんかね、嫌味みたいに最後に付け加え、なんかちょっとこれ本当に嫌味ったらしい文章で、最後のところになんか飯山のはすごいいいというふうに書いてあるんですけど、最後のところに結局その日本の大衆っていうのは、自分たちが偏見を持っているっていうこと、だからインスティチューショナライズとプレジダイスって書いてあるから、なんていうのかな、そのもう身についちゃったっていうかな、身についちゃった偏見みたいなものっていうものを問題と思わないぐらい、問題と思わないぐらい身についてしまってる、完全に内面化されちゃってるから、だから彼女のような作品ができるんだろうっていうふうに書いてあるのね。だから、なんか、僕、でもちょっとこれちょっと嫌だったんだよね。飯山さんの作品って、なんか、そういう一般の人たちを批判するために作ってる作品じゃないと思うんだよ、僕。だから、飯山さんはもっともっと優しいと思います。
優しいけれども厳しいっていう作品だと思うんですよね。で僕これはあの動画で言ったのでぜひ、まあ、また見てください。彼女はその誰かを攻撃するのではなくて自分の傷を開くということによって誰かを治癒するっていうことをやっているので、すごく不思議なことをやってる作家。自分の心のですよ、傷を開くことによって開いて手術、外科手術をすることによって我々の心を癒す、我々の心をそれ本当に外科的にね手術していくっていうタイプのという作家だと思うので、ちょっとこれは僕は捉え方は違うなと思いましたね。はい、まあこういうこれはクイアっていう書いてあったかな、クイアって書いてありますね、の男性の写真なんかはまあちょっと褒めたりしてましたけどね。まあとにかくそのこのタロー・ネトルトンさんがですね、言いたいことはですね、リアルポリティクスが大事だっていうことです。彼が言ってるのは、BLM とかですねの、まあ、最初の方に書いてあるんですね。BLM とか、トルコの話ですね。それから BLM、それからアメリカとチャイナの香港の問題とかね。気候変動ですか。まあそういうようなことがもっとあるじゃないかっていうことなんですよね。でそっちの方が重要じゃないかって彼は言ってるわけですけど、まあ別にその考え方はいいと思いますよ。ただそれ彼の考え方ですよね。だからラックスメディアは違うところに注目したっていうことだと思うので、と思いますね。だから僕これは批評じゃないと、まあレビューだからいいのかもしれないんだけど、批評的な文章ではないなっていうか、ね、文章的にはすごい批評っぽいテクストなんだけど、内容的にはあんまり批評っぽくないなっていうふうに思いましたね。作品の中にこうギューッと入り込んでいって読み込んでいって向こうに抜けていくっていうかな、作品のさらに向こう側まで行っちゃうとか、展示をさらにこう深読みしすぎてなんか全然違うところに行っちゃったみたいな、そういう感じじゃなくて、なんかもっとなんか足元の行動を見ろみたいな話ですから、まあそういう考えの方なんだなっていうふうに思いました。で、はい。で、まあこれは僕はなんでこの話をその安倍さんが辞任を発表した直後にしているかというと、その安倍批判をしていた人たちとちょっと似てるんじゃないかなと思ったからです。なんて言うんでしょう。そのやっぱりね、現在っていうこれ後からちょっとね、今日は現在っていうことがねテーマになるかと思うんですけどね、まあ Now and Hereですか、今ここの今ここっていう言葉で、まあ、流行りましたよね一時期ね。で Now and Hereっていうことですね、 Now and Hereの不思議なんですよね、に Now and Hereに到達できないってことですよが重要だったわけですね。なのにね、今の問題ってみんな Now and Hereこそが重要なんだっていう風な態度になってると思うんですよね。それって現在に対する生きて今に生きてる今って何なんだろうっていう、あるいはその私って何なんだろうみたいなね、そういう問いがねもう欠落しちゃってるってことだと思いますよ。だからそれって僕アートを見る態度じゃないと思うんだよな。今私が向き合ってるっていうことに、今私が作品を見ているということの謎ということに直面して初めてそのアートのヒストリーというものを考えざるを得なくなるっていう、そういう逆説の中で、鑑賞体験って成り立っていると思うんですね。でそういうことからやっぱりそのポリティカルアートみたいなものを求める姿勢っていうのは、なんていうの、そうね、だからやっぱり鑑賞体験として貧困だと思います僕。すごくすごく率直に言っちゃうとそう思いますね。だと思いました。
だからもっともっと二重三重の事故も作品も二重化され三重化される中で、初めて成り立つものが芸術鑑賞だというのが僕の体験的なリアリティなので、僕はまあ違うんですね。ただ面白くない作品もいっぱいありましたよ、横浜トリエンナーレ当たり前ですけどね、で面白い作品もあった、たくさんっていうこと以外はないと思う、どの展覧会でも。でかつ展覧会全体が面白かったっていう展覧会もある。それは時と場合によるっていう感じですね。はい。まあそんなところでしょうかね。うん。ごめんなさい、ね。横浜トリエンナーレですね。これぐらいで終わりにしますね。じゃあ、次にちょっとね。やっぱりね、生きるとか死ぬっていうことについてね、考えなきゃいけないですよ。アートっていうものは。